はい、皆さんこんにちは、ワンナリミルフィッシュです。プレイケースピリッツ2015高橋由伸でのスタープレイヤーモードですね、いよいよレギュラーシーズンの最終戦へと向かっていく試合になります。ヤクルトとの2連戦をお届けしていきたいと思います。調子をね上げておきましょう。調子を回復しましょう。さあ今日の相手投手は成瀬になります。このプレイキースプリッツ2015のこのスタープレイヤーモード、高橋由伸でのプレーの中で何度も対戦してきた成瀬、多分一番印象に残っている相手のね、投手の一人がこの成瀬だと思うんですが、その成瀬とも、まあこれが最後におそらくなるでしょうと。これから東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、セ・リーグの方のクライマックス圏内というか、まあクライマックス決めているのが3位ドラゴンズに広島、そして優勝したジャイアンツということなので、まあヤクルトともね、もうこれが本当に最後の試合になります。広木球場は投げやすいです。打ちました。大きな打球になった。さあどうだ、ライトオーバーのヒットになりました。スベスになるな。これで8試合連続安打。ただその後後続を抑えてますね。ヤクルトは0点で1回の表攻撃を終えています。バッターボックスには3番高橋、連打でチャンスを広げた場面となっています。1回の裏ジャイアンツの攻撃はノーアウトランナー3塁1塁、先制のチャンスを迎えています。ピッチャー成瀬が最初初球、これなんだろう、サークルチェンジだと思うんですけどね、137メートル弾の57号スリーランホームラン、おそらくサークルチェンジ。初球でした。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。入った瞬間という当たりでしたね。いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いや本当に見せてくれますよね。初回での一発、この試合の行方を左右するような、めちゃくちゃでかい当たりでしたね。ただその後2回の表、ジャイアンツも3点献上して点差1点となってます。まあ向こうは併殺を狙っていると思いますから、十中にはまらないよう気をつけたいですね。引き続き成瀬、バッターは何を待っているか、初球は何から入ってくるか。今度はカーブでした。ストライクを取りました。そしてスライダー、変化球が低めに外れます。外れてワンボールワンストライク。盗塁数ならキャッチャーの肩を計算に入れて、そして137キロのストレートが外角高めに外れて、ツーボールワンストライクとバッティングカウントになった状態で、成瀬何を投げてくるか。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。厳しいところにすると内角ギリギリいっぱいですね。うわー、ゲッツーだ。二塁送球、セカンドフォースアウト。当たりはそんなにね悪くない当たりだったんですけど、ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。その後ヤクルトが1点同点打を同点にしてきてますね。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。そして成瀬ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてスワローズが成瀬、この2人の投げ合いとなっています。片岡だいぶ警戒してますね。片岡はしつこく牽制を入れます。セーフ。さあまず1球目、117キロのストレート。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけた。これはライト前、ファーストの左抜けました。マルチヒット、ね、ノーアウトランナー二塁一塁、見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。
さあジャイアンツ一打勝ち越しのチャンスです。今勝ち越しておくとこの後のベンチの采配にもいい影響を与えるんでしょうかね。なるほど、そうですね。あっと取れない、バッテリーエラーが出ました。ボールを拾って、中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ライトへ持っていった、ライトライナー抑えてアウト、ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターはライトライナーに倒れて、ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスをしっかり生かすことが大事ですから、勝ち越しておかないといけませんね。なるほど、そうですよね。スタンドファウルボール。バッターの長野、今シーズンの得点圏打率は2割8分4厘となっています。なりましたが、うちのボール打っていった、うわー飛び出してる、アウト、ダブルプレイ、チェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。これハーフライナーですね。7回の表、ヤクルトの攻撃はノーアウトランナー2塁で2番上田を迎えています。セカンドランナーは俊足の山田、勝つためにはしっかりしのぎたいですね。送ってきましたね。バントしました。ピッチャー前、ピッチャー取った、これでワンアウト三塁、勝ち越しのランナーが三塁に進みました。雄平が入っています。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ変化球打っていった、抜けるね。大きな当たりが外野を襲っている、右中間破っていきました。勝ち越しの2点タイムリー、スワローズ警戒はしていた。1点ビハインドに状況が変わって、よくマウンド投手になるぞ。ワンアウトランナー2塁で高橋をここは一発狙っていきます。はい、その期待のかかる高橋がバッターボックスです。いい当たり、ちょっとあれでしたね。同点のランナーが3塁を回った、角度が悪かったですけど、セカンドランナー本当に火の吹くような当たりだったと思います。ジャイアンツなぜ片岡を映したんだ。試合は振り出しに戻りました。期待を裏切らないバッティングでした。ここで同点にします。当たりはね、こういうバッティングができるところが素晴らしいですよね。これで両チームの得点が同じとなりました。バッターボックスは4番阿部。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあついに同点に追いつき、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。勝ち越しのチャンスでライトへ。さあ面白い当たりになった、ワンバウンドヒットになった、バッターランナー一塁を回った、勝ち越しのランナー三塁を回った、ツーベースですね。セカンドランナーホームイン、勝ち越しのツーベース。ジャイアンツこの場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。いやこのチャンスに見事、それでもまた追いつかれてるな。8回の表ヤクルト1点加えてというか、まあ同点にしてなおバッターボックスは8番中村、ノーアウトランナー1塁ですね。先ほどの打席でヒットを放っています。ジャイアンツ継投策が裏目に、変化球を打った、村田が抑えてファーストに打って、一塁はアウト、ランナーが二塁に進んでいます。バッターボックスには代打、ここで代打が出てますね。代打は誰だ、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。スリーボールからワンアウトランナー二塁、このシュートは決まってます。という印象はないですね。あ、そうですか。5球目は何で来るか、打ちのボール打った、これはダッシュが追いつきませんでしたね。ライト前ヒット、ジャイアンツこれでワンアウトランナー三塁一塁。ここはインハイの直球をうまく打ち返されてしまいました。ストレート完全に読まれてましたね。さあここでスワローズ代走を送ります。大引きが一塁に代走、そして1番の山田です。バッティング絶好調、
この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番。見逃し三振、ツーアウトになっています。ただ今のでランナーが二塁へと盗塁してますね。これでツーアウトランナー三塁二塁と変わってます。ピンチは続きます。この回で勝ち越されると厳しくなってきますから、外の球打った村田が一塁に送る、ファインプレー。これ村田いいプレーですね。非常にいいプレーが出ました。ここは堅守で勝ち越しを許しません。本当守備でね見せてくれましたよね。さあ6対6の同点、9回の表、ツーアウトランナー一塁で先ほどの打席で勝ち越しのチャンスになるかどうかというところ。ここは村田が抑えてアンダーソン一塁に送ってスリーアウトチェンジです。さあ高橋由伸もスリーベースが出ればサイクルという今画面に出ているのが先ほどの配球です。お聞きします。バッターの高橋、どういうバッターなんでしょうか。どこに投げても大きいのを打たれそうな投手からすると非常に嫌なバッターですね。ストレートから入ってきたヤギ、第2球投げてきます。これはサークルチェンジが内角低めに外れてます。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。このスライダーも同じようなところですね。内角低めカウント2エンド1。このストレート140キロは切れてますね。2ストライク2ボールと追い込んでいます。平行カウント2エンド2。これはどうだ、大きな打球だ。低めのボール、ストライクゾーンではあったと思いますけど、センターフライに倒れています。高橋由伸の打席でした。続いて10回の表、ヤクルトの攻撃は2アウトランナー3塁です。1塁ランナーの生還阻止を優先した体勢ですね。1塁ランナー川崎、速いボール膝元決まってストライク、フルカウントになっています。ここは空振り三振に切って取ったマキソン。続いてピンチがやってきてます。畠山が入っています。嫌なところで回ってきましたね。11回表の攻撃、ただここも三振で切ってた。三振を奪いました。バッテリー三振でなんとか。12回の表、ここもピンチになりそう。ノーアウトランナー一塁、ヤクルトの攻撃です。ここはバントをしてきますね、はい、送りバントの構え。4球目送ってきた、右方向に転がした、ね、キャッチャーが抑えた。一塁送球、これでワンアウトランナー二塁、一打勝ち越しという場面になりました。勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。ここで取られるわけにはいきませんから、低めに丁寧にライトへ。これは大きな打球、飛距離はありますが吉野部が抑えましたね。セカンドランナースタート、ボールは中継、大きな当たりでしたけど、ツーアウトランナー三塁とかあります。吉野部なんとか追いつきました。バッターボックス、ただ二塁ランナー三塁に進んで、ツーアウトランナー三塁、フルカウントから。そうですね、ここで勝ち越されると、これは空振り三振。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。そして12回の裏ですね。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。チェンジアップから入ってきました。最初は変化球できました。第2球何投げてくるか。このスライダー、今はよく見ましたね。本当に外れてくれてよかった。ちょっと手が出ないですね、あそこのコースは。3球目は何で来るか。これは146キロのストレート。4球目は何で来るか。いったー、今日2本目、半端ない当たり、146メートル弾。高橋由伸の一振り、サヨナラホームラン。シーズン第58号のサヨナラホームラン、これが今日2本目のホームラン。今サヨナラのホームラン、完璧な当たりでした。148メートル弾、
劇的な一発、サヨナラホームランが当たりだった。ホームベース上でもみくちゃです。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしい最後でした。いいバッティングでしたね。完璧な当たりでした。素晴らしいゲームでした。今日2ホーマーのジャイアンツ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。今日の注目の試合はやっぱりこのヤクルト巨人戦ですね。菅野なの。まあ好投は好投だと思うけど、由伸だろう今日は。その他の試合結果はご覧の通りです。ヤクルトに勝った巨人、そして広島カープも勝ってますね。パリーグの方では楽天マリーンズ、オリックスが勝ってます。もうクライマックス圏内のチーム、セリーグパリーグとも確定してますね。ドラゴンズカープがクライマックスのファーストステージ、パリーグの方はソフトバンクとファイターズがファーストステージです。そして今日が最終戦になりますね。なんか最近すごく調子がいいんだけど、合ってるな。ベーシックスピードプラスコンピューターの操作性いいですね。変わってないですよね。さ あ、 最後の試合に臨みましょう。レギュラーシーズンの最終戦、ヤクルト戦になります。ヤクルト先発は杉浦、ストレート145キロにスプリット、スライダー、カーブ、落ちるスライダーですね。あ、打点王争い何点差あるのかちょっと見るの忘れちゃいましたね。おそらくエルドレッドも何打点かを上げてると思うので、まあその1打点2打点の差ではないと思うんですが、前の試合5打点上げてますからね、高橋の忍は。またそういう爆発があれば、あるいは打点王に迫れる可能性もありますんで。これから東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対まずはジャイアンツの先発杉内が東京ドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね。さあ1番バッター山田を迎えます。先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。山田が流しました。これはどうだ。うまいバッティングですね。これで9試合連続安打。山田ホームランも打ち、盗塁も盗塁ランキング2位にいるんだ。1回の表はヤクルトが先制2点が出ていますね。バッターボックスには3番高橋、昨日のゲームはサヨナラとなるホームランを放っています。1回の裏ジャイアンツの攻撃はヒットでランナーを1塁に置いています。さて好調ジャイアンツはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のスワローズは4位です。ここで追い込まれてしまった。ここは避けたいですね。打ちたい打ちたいっていう気持ちが強すぎて、ボール球にも手が出てしまってますね。さあ勝負してくるのか。レコカウントになって第5球はスプリット、これ釣り球でした。危ない危ない。これは外れています。
フルカウントです。わあ、最後はカーブに空振り三振です。2アウトになっています。ジェーンズただ2回の裏2点上げて同点に追いついています。バッターボックスは3番。そして3回の裏吉信のヒットでランナーを一塁に置いています。ワンアウトランナー一塁。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。失投が来たんですが、さあ何を狙っていくか。打てなかった。ストレート2球で追い込まれた。第3球。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。スプリットですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インサイド変化球外れます。さあ仕留められるか。今度はスライダーですね。なんとか平行カウントまで持ってきました。これはボール、フォアボールです。外れてフォアボール。そして4番の阿部、ワンアウトランナー二塁一塁の場面です。138キロのストレート。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。カーブにバットを振る。そうですか。今のよく見ましたね、はい、ストレート打った。これはショート取った。ゲッツになるか。二塁一塁阿部は残りました。4回の裏吉野の第3打席ツーアウトランナー一塁です。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。このストレートは外れてくれたと言った方がいいでしょう。甘い球をねしっかり仕留めたいですね。そして134キロのストレート内角いっぱいに決まってます。このストレートも厳しいな。決して速いボールではないんですけどコースがすごくいい。そして最後はボール球になるスライダーで空振り三振。さあ打点を上げるチャンスが回ってきました。高橋由伸の打席です。8番バッター、ごめんなさい、相手の攻撃ですね。フォアボールをきっかけにピンチを広げています。インサイドのボール球を打っていった。このフライはどうだ、落ちるか、掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。さあ今度こそ正真正銘の吉野の打席。ただチャンスではない、フリーバッティングですね。もうここはワンアウトランナーなし、ホームラン狙っていきましょう。バッターは3番高橋、マウンド上にはバーネット。先頭バッターを打ち取っています。142キロのカットボール。インサイド落ちました。これはピッチャー強襲ですね。内野安打になります。それをフォローする。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。9回の表1点リードで9回まで来た。さあジャイアンツ、ただランナー2塁1塁と1打同点のチャンス。ここを抑えればいい。これは159キロのストレートで見逃し三振。2アウトになっています。そして中村、ここフルカウントから中村が入ります。これも空振り三振ですね。それでゲームセット。レギュラーシーズン最後ヤクルト戦はジャイアンツが競り勝ちました。なんとか逃げ切りました。西さん、というわけでレギュラーシーズン最終戦をお届けしました。レギュラーシーズン最終戦になりましたので、各々のですねタイトル争いだけ見ていきたいと思います。最後まずセリーグ、最優秀防御率は 2.22 の菅野、最多勝も菅野ですね。最優秀中月は63ホールドポイントを挙げた山口、最多セーブは48セーブのマジソン、まあ、ここまではもうジャイアンツが独占してますね。で、最多奪三振はメッセンジャーです。
で勝率の1位は菅野、首位打者がルナ3割3分6厘で、ホームラン王は吉野部です。打点王はエルドレッド、盗塁王は山田と坂本が並んでます。最多安打は192本打った菊池です。パリーグの方、ちょっと上から見ていきますね。最優秀防御率は金子、最多勝も金子で、最優秀の中継ぎが59ホールドポイントの佐藤ですね。最多セーブが平野、最多奪三振金子、勝率1位金子、もうここはもう金子ですね。そして首位打者が堀田、本田、本塁打王がペーニャ、打点王ペーニャと、盗塁王は柳田ですね。最多安打はこれ松井和夫ですかね。松井和夫結構好きな選手なんで嬉しいです。で最高出塁率は糸井というところですね。で、個人の打撃部門ちょっと見ときましょうか。ルナ、畠山、アンダーソンが打率上位。本塁打は高橋俊之ですね。で打点、最後7打点差開いちゃったんですね、エルドレッドと吉野の間には。驚異的なのがここですね、得点圏打率、畠山4割3分4厘、満塁率6割3分6厘、かなり驚異的な数字ですね、これは。はい、というわけで、今回はですね、最終戦お届けさせていただきました。次回はいよいよクライマックスシリーズお届けできると思いますので、そちらの方ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまで。